お前があいつのこと忘れられないなら俺が忘れさせてやるよ。だから俺んとこに来いよ。キスされる。でも本当にいいの？このまま政宗と。ちょっと待った！なんだよ。私どんな顔してた？ブサイクな顔してなかった？は？やばいやばい、絶対ブサイクな顔してた。だってダメだって。キスか。私どんな顔してんだろう。うん、いや当たり前か。はー、だって私あんなひどい顔してたんだもん。別に全然変じゃねえって。ほら続き。うん。騙して新たから政宗に逃げてただけなんだ。私の心の中は今でも新たでいっぱいなんだ。ニカ、ごめん政宗。私、あなたのこと忘れられない。あんたのこと好きになれるかもって思ったりもしたけど、でもこの気持ちはごまかせない。あなたが好きなの。敗北か。でも俺、お前のこと忘れられそうにねえよ。優しくしてくださいね。芝居をよせ。このビラの犯人は広田政宗じゃない、あんただ。俺も初めは全て広田政宗の仕業だと思ってた。でもタミヤが下着姿になったあの場にあの男はいなかった。だからあいつにこの写真を撮ることはできない。この写真を撮れたのはあの場にいたあんただけだ。お前たちはグルだ。
タさんって結構頭いいんですね。お前たちの目的は何だ。じゃあもう隠す必要ありませんね。木崎芽衣香、渋高一年、趣味カップル潰し。目的はただ一つ、あの女が目障りなだけ。目障り。カリスマ女子高生とか言われて調子乗ってさ。だから本当のカリスマが誰かはっきりさせとこうと思ってね。あいつの幸せぶっ壊してやろうと思ったんだよね。知ってる？人の幸せ壊すのってマジ気持ちいいんだよ。特にそれが自分のムカつくやつの幸せだとなおさらね。男ってちょっとした心出せばすぐにくっついてくるしさ。まサムネは単に恋愛楽しんでただけっぽいけど。初めからタミヤを狙って近づいたのか。たまたまよ。マサムネとあの辺ブラブラしてるとき偶然あんたら見かけたね。おい、あれ周囲のタミヤにかじゃね。あの女前からうざいと思ってたんだよね。ねえマサムネ、次はあいつらにしようよ。こういうのどう。あの女を万引き犯に仕立ててそれをネタに脅すので、私があの男を誘惑して浮気の既成事実を作っちゃう。どう。私頭良くない。それであんたが離れた隙を見てあの女のカバンに下着を入れたのよ。全部うまくいくと思ったんだけどね。でも予想外のことが起きてさ。このブラサイズが合ってないからです。私のサイズは65の D。 まさかあんなやり方で無実を証明するなんて。作戦失敗するかと思って正直焦ったよ。でもあんたはそのおかげであいつのもっと大きな弱点を掴んだ。下着写真って脅しのネタとしてはイケてるでしょ。新さんいました。あそこです。タミヤ。でもビラの写真の矛盾に気づいた俺はあんたを追い詰めようとした。このビラのことだけどさ、この前に見てほしいものがあるんです。でもこの写真がばらまかれたらミカさん困るでしょうね。ニカさんがどうなるかは新田さん次第ですよ。逆にあんたは俺を追い詰めた。抱きつきなさい。それでタミヤの前であんたは俺に恋人のふりをさせタミヤを傷つけた。嘘だよね。全部本当だ。あん時のあいつの顔超ウケた。今にも泣きそうでさ、あたし笑いこらえるの必死だったんだよね。ふざけんな。これ以上あいつを傷つけるな。新田くんかっこいい。でももう遅いっての。遅い。あの女今頃は政宗に侵されちゃってるよ。そんなこと俺がさせねえ。いいの。あの女がもっと苦しむ羽目になっても。あいつは苦しまない。俺があいつを守るからだ。どこ行くつもりよ。お前のこと全部タミヤに伝えてくる。やっと聞いてきた。何をした。あんたが飲んだコーヒーに薬入れちゃった。なんだと。この薬飲むとさ、だんだん体が言うこと聞かなくなるんだって。ふざけんな。あの女を貶めた。もっと過激なのが欲しくてさ、もっとエグいの取ろうと思ったんだよね。あんたのエグい姿。あの女どう思うかな。自分を助けるためにあんたが捕まって、そんで最低なビデオ撮られたって知ったら、あいつ自分のせいだと思って泣くかな。きっと一生消えない心の傷できちゃうね。マジ最高なんだけど。ふざけんなよ。
政宗どうだった？タミヤ二課は。おい、あいつに何した？聞こえなかったか、隣の部屋であいつがよがる声。嘘だ、そんなの信じ。落ちた。ああ、まだ完全敗北じゃねえかもな。